はい、秋ゲームズです。NATA のデイリー隠しアチーブメント、費用が運ぶ勝利の達成方法を紹介します。達成条件は制限時間以内にゴールに到達となっています。竜と山という NATA のデイリーで制限時間以内にゴールに到着すると達成できます。2パターンルートがありますので2つとも紹介します。竜と山が発生していますので目標を追跡してマーカーの近くにあるテペア角坂のワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いてマーカーの出ている方に向かって飛んでいきます。ルートとしては2つあるのですが、どちらのルートでも一定の時間以内にゴールに到着すればアチーブを取ることができます。マーカーが出ている位置でどちらのルートになるかが決まっているようです。失敗した場合はアチーブが取れずにデイリーが終わりますので、別の日にルート山が出るまで待つということになります。マーカーのついている子供に近づくとムービーが入って、で挑戦をやることになります。近くに緑のマークが出るので表示をしていきます。湯下流になったら南東方向に向かって空中を移動しながら進んでいきます。壁に当たって下に落ちた場合はゲーム再起動後にもう一度男の子に話しかけるとやり直すことができます。制限時間以内にゴールに到着するとアチーブを取ることができます。時間表示がないので正確な制限時間はわからないのですが、もたもたしていると失敗するようです。別のルートの竜と山が出ましたので目標を追跡してマーカーの近くにあるテペア角坂のワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて南西方向に向かって進んでいきます。波のジャプーの後ろの大きな壁の左側を目指して進んでいきます。しばらく進んでいき大きな壁の横を通り過ぎたら右に曲がってマーカーの方に向かって進んでいきます。別ルートの時間制限挑戦の場合は今向かっている場所にマーカーが出てきます。マーカーのついている男の子に近づくとムービーが入って挑戦をやることになります。緑のマークが出るので表示をしていきます。湯下流になったら山の壁の左の方に向かって南東方向に向かって空中を移動していきます。オレンジの足場の手前まで来たら真上に移動すると早く移動することができます。ステイに取っているのでアチーブ表示は出ませんが、今の生き方だとアチーブは取れると思います。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録・高評価をお願いします。